坂井秀幸は、日本のプロ囲碁騎士、関西起因所属、兵庫県三田市出身、佐藤忠、男門下、京都大学医学部卒業後、編入試験によって、プロ入りし、2010年には、ご誠意を獲得した。2019年9月からは医師に転身し、以後の対局は無期限で休場している。関西騎員所属騎士として29年ぶり、かつ大学卒業後に、 プロ入りした騎士として、初の7大タイトル獲得者である。産婦人会員を営む、父の影響で7歳から囲碁を始め、三田市立三田小学校3年から佐藤忠男の子供囲碁教室に入る。同教室には、一級上に、結城聡氏がいた。小学4年から、少年少女囲碁大会小学生の部、兵庫県代表となり、全国5位に。翌年は、 全国大会決勝戦で、倉橋正幸に敗れ準優勝。同年には全日本アマチュア本因坊戦、兵庫県代表にもなり、アマチュア本因坊戦最年少出場記録であった。その翌年小学6年生に、少年少女囲碁大会で優勝を果たす。名良中学1年、佐藤が妻の死去のため囲碁教室を辞めると、藤沢秀幸の主催する合宿、いわゆる、 秀幸塾に、倉橋、ゆうきらと参加するようになる。また、少年少女全国大会、中学生の武で3連覇を果たす。名田高校では、囲碁部首相として、全国高校囲碁選手権大会団体戦3連覇を経験。副賞に、三永敦が作り。1990年は、個人戦でも優勝を果たす。高校3年の秋から、大学浪人の2年間は、 以後から離れる。大学入試の面接で大学に入学したら、何をやりたいかと問われた際に、語をやりたいと答えたと語る。2年浪人した後に、1994年、京都大学医学部に入学。父の影響で、産婦人科専攻を志す。1年の留年を含み2000年までの7年間に、数々のアマチュアタイトルを手にする。 1994年国際アマチュアペアゴ選手権大会優勝。1995年はキリンハイ号団体戦に近畿チームの6勝として全勝で優勝に貢献。1996年から2002年まで日本アマイゴ最強戦6連覇を果たす。1997年には全日本アマチュア、本因坊戦にも優勝し、アコムハイ全日本ハヤゴオープン戦では、 桐本和夫古田忠義のプロを破る活躍。1997年1999年2000年、ジャルハイ世界アマチュア5選手権の日本代表となり、2000年に世界一を経験。アマチュア世界一として広く知られる。医師国家試験合格後の2001年6月から京都大学附属病院に研修医として配属が決まっていたが、 5月からのオリエンテーションで、朝7時から夜の12時まで働き詰めであることを知り、囲碁を学ぶ時間がなくなることが明らかになると、騎士の夢を諦めきれず、関西棋院にプロ入りを希望し、申請を行った。このプロ編入試験は、7月から開始し特例で4番勝負となり1勝で初段、2勝すれば3段、3勝で5段とされたが、長谷川博史、 中野康弘それぞれと2番ずつ打ち、すべてに勝利し、ひつけ5段でデビューを果たした。医師免許保持、京都大学卒では、初のプロ囲碁騎士。良高、良中卒では、三永長厚しづくり以来2人目のプロ騎士。同年7月アマとして、オープン戦の法王杯で洋橋を下し優勝。2003年6月9日、勝ち星規定で6段に昇段。 関西起因第一位決定戦で、湯川光久を2から1で下し、初タイトル。2004年、名人戦リーグ入りを果たす。これにより7段昇段。4月に6歳年下の医師と結婚。夫人との間に一男、一女。2005年第30期名人戦リーグ残留。2006年第31期名人戦リーグ残留。 2007年第32期名人戦リーグ残留。2008年第33期名人戦リーグ残留。2009年第34期名人戦リーグ残留。2010年、5成戦4連覇中のチョークに挑戦し、3勝2敗でダッシュ。大学卒業後にプロ入りした騎士として、初のタイトル挑戦者にして、 初の7大タイトルの獲得者となったまた、このタイトル獲得は、関西キーにとって、1981年に、橋本昌司が、加藤正夫を下しこれを得、翌年加藤に破れ出願、以来29年ぶりの7大タイトルダッシュとなる。7大タイトルダッシュにより、商談規定で8段商談を、果たす。第35期名人戦リーグ残留。2011年8月4日。 36期、名人戦リーグ最終局に敗れ、2勝6敗で、リーグ戦初の陥落。8月29日、羽根直樹を迎えての五星初防衛戦。2連勝し、防衛に王手をかけるも、3連敗で出刊する。11月19日、関西キーイン第一位決定戦の挑戦者となり、村川大輔第一位を2から0で下し、挑戦手合となってから、自身初。 決勝3番勝負時代を含めると2度目の第一位となる。2019年8月、所属の関西企員から医師の道に進むため、同年9月1日より全期戦を休場することが発表された。休場期間は未定とされているが、事実上の引退とも報じられている。医師に転身する理由としては、自分の納得できる内容のゴが近年打てなくなったことを挙げている。 読む将棋ファンであり、将棋世界2011年1月号の谷川孝二との対談で、大学時代から将棋世界と週刊将棋を愛読しており、将棋界で得た情報を自分の語のプラスにしたいという思いだと語る。ありがとうございます。